礼拝唱詩、礼拝への招きの言葉、本日はイザヤ書43章第1節から4節までをお読みいたします。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。水の中を通るときも、私はあなたと共にいる。大河の中を通っても、あなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私は主、あなたの神、イスラエルの聖なる神、あなたの救い主。私はエジプトをあなたの身代金とし、クシュとセバをあなたの代償とする。私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。お差し障りのある方はそのままで結構です。お立ちいただきまして、新聖歌22番を賛美いたしましょう。
祈りを捧げましょう。主の祈りは前方のスクリーンに映し出されます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。おかけください。続きまして、新聖歌337番をご一緒に賛美いたしましょう。本日の購読文は14番、前方のスクリーンもしくは新聖歌の941ページをご覧ください。司会者が細い字を、皆様はアンダーラインの太い字の方を交互にお読みください。悪事を図る者のことで苛立つな、主に信頼し善を行え、主に自らを委ねよ。主はあなたの心の願いを叶えてください。あなたの道を主に任せよ、信頼せよ。主は計らい。あなたの正しさを頼るように、あなたの祈りを捧げよ。
怒りを解き、憤りを捨てよ。自分も神を神の祝福を受けた人は地を継ぐ。主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。主がその手を捉えていてくださる。続きまして本日の祈祷を梶原陽子姉妹にお願いいたします。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、この新しい聖日をありがとうございます。それぞれの生活の場から出してくださいまして、幸いな礼拝を捧げることを心から感謝申し上げます。今日も御言葉もお待ちしております。渡ってくださいました江上先生を上からの大きな力でお支えくださいまして、余すこと心なくお語りくださいます。お気づいてください。聞く私ども一人一人どうぞ立場持ち場によって、その御言葉を握り、この一週間の糧とすることができますようにお守りください。今日はまた新しく副牧師として後藤モニカ先生をお使わしくださいました。ありがとうございます。お忙しい江上先生の片腕となり、また私どもの一人一人の交わりも3年間の交わりの上にあなたが積み重ねてくださいまして、良き教えとお交わりをお願いいたします。また今年度新しく中村新郎生が私どもの教会にお迎えしました。神様ともどもに、私どもとも老子役男女それぞれいろいろな場面でお二方のご指導を仰ぎたく思います。ありがとうございます。今朝この礼拝にいろいろな事情のために出席できない方々、自宅で病気療養のために休んでいらっしゃる方々、ホームやら病院で生活をそのベッドの中だけで余儀なくされていらっしゃる方々、どうぞ一人お一人のことを思えて、私どもと同じ面をご案内くださいますようにお願いいたします。本日はまた午後から午前礼拝があります。伊藤兄弟が先に召されましたが、その納骨とともに午前で先に行かれた兄弟姉妹方の御霊とともに礼拝をすることができますように、その行きも帰りもあなたのお守りくださいますようにお願いいたします。言い尽くしません感謝と願いも尊き主様の御名によってお参りをさせていたします。アーメン。使徒信条をもって信仰告白をいたします。使徒信条も前方のスクリーンに映し出されます。使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、モンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じる。アーメン。続いて賛美をいたします。ご一緒に新聖歌395番を賛美いたしましょう。
本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はヨハネによる福音書21章15節から19節、新約聖書の211ページ、ヨハネによる福音書21章15節から19節になります。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペテロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロは、イエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してからペテロに、私に従いなさいと言われた。本日の説教は渋谷ではなくガリラ屋でスカウトされたペトロと題しまして、江上先生に御言葉を取り継いでいただきます。江上先生、よろしくお願いします。皆さん、おはようございます。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめて心から主を賛美いたします。過ぎました1週間のそれぞれに与えられた毎日の歩みの中に、イエス様も共に歩んでくださって、私たちを支え励まし強めてくださり、この1週間も無事に守られて過ごすことのできましたことを感謝いたします。この1週間のうちに辛いことや悲しいこと、突然の出来事、いろいろなことで苦しんだり悲しんだり痛みを経験なさった方々の上には、より深いイエス様の眼差しと、より大きなあなたの助けと守りがそこにあったことを信じて感謝いたします。イエス様がよみがえられたことを記念する日曜日の朝、復活後第二日曜日、第二礼拝として、僕の愛する方々と共に心を合わせ、心を一つにし、心を注ぎ出して、私たちの救い主である主イエス様、あなたを賛美し礼拝できますことをありがとうございます。目には見えませんけれども、あなたは確かに生きておられるお方です。生きてこの礼拝の中心におられ、この礼拝を司り、あなたご自身の権威を持ってこの礼拝を始めから終わりまで豊かに祝福して導いてくださることを感謝いたします。今一人一人に御手をつけてくださって、あなたの愛と恵みで祝福し満たしてください。語るもの本当に小さきもの、弱きものですから、イエス様の恵みの十字架の陰にこのものを全く隠してくださって、聖霊なる神様が生ける神の言葉、聖書を通して一人一人に神の御心をお示しください。聞くお一人お一人も信仰が与えられ、霊の目が豊かに開かれて、その御言葉をしっかりと受け止め、この御言葉にしっかりと立って、この一週間も歩ませてくださいますように。一切を御手に委ねます。主に期待し、この祈り尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。2016年度、先週から始まりましたキリスト教会アーバード教会では、4月から3月年度ですので、2016年度は、先週の4月の第1日曜日から始まりました。先週は後藤副牧師が、メッセージをしてくださいました。私は青山大教会、同じナザレンの世田谷にある小山大教会の礼拝で、先週この青葉大教会で語られた聖書と全く同じ箇所です、ね、あの箇所から御言葉を語らせていただきました。
私は泡田教会に使わされて今年で16年目になります。新年度4月の第一礼拝で泡田教会の礼拝でメッセージしなかったのは今年が初めてです。まあ、やはり新年度の最初の日っていうのはとても大事なのでねそれを守っていきました。今年は福牧師がいたので安心して委ねていきました。先週私は小山台教会のメッセージをしたんですけれども、そこでもお話したんですが、やっぱり4月の第一日曜日にここに立つということは、なんか自分がですね小山台教会の牧師になったかのような、初めて来た人や久しぶりに来た人はあれ今日牧師初めての人かなって、先週もしかしたらあ青葉台教会は女性の牧師になったのかなって思われた人が一人か二人いたかもしれませんね。そういう意味で、まあ、梅種先生という先生は今度小山台に来ますけど、今日は初めてのメッセージをされて、大変だと思うんですけどね、この新年度の歩み、それぞれが新しいスタート、この教会からも、まあ、巣立ってと言ったらいいでしょうか、就職して学校でそれぞれのところで新しいスタートを始められたわけです。今年16年度も皆さんの祈りと支えによって、この教会を通して一人一人を通してイエス様の素晴らしい恵みの証がですねなされていけるように、協力していきたいと思います。3月26日の土曜日、それはイースターの前の日でありました。小山台ナザレン教会の牧師でありました梅宮義信牧師が天に召されました。イースターの礼拝を最後にですね、そのメッセージが終わったら次の週から四国の今治教会の牧師として使わされる予定であった人物です。この梅宮先生は私と同じ母教会、救われた教会神戸の平野教会という教会、同じ母教会でありました。このイースター礼拝は梅宮先生が準備された原稿を代読という形で礼拝を守られました。まあ、先生が立ってメッセージするのもいいんですが、先生はもう召されていないという状況で役員が代読をするというこのメッセージ、その礼拝は小山台教会の方たちにとってそれも絶対忘れられない、忘れてはならない礼拝になったはずです。もし私が、もしですよ、イースターの前の日に亡くなって原稿を用意してますから、その原稿をですね岩渕兄弟がね、読まれたとしたならば、おそらくその年のイースターはもう忘れられない、忘れちゃいけない、イースター、ないクリスチャン生活の方は何度も何度もイースター礼拝をしておられるでしょうけど、忘れられないイースター礼拝になったはずなんですね。小山台教会、そういうメッセージを先週してきたわけですけれども、今日の聖書の箇所、ペテロは今日のイエス様との会話はもう絶対に忘れられない、忘れてはならない会話になったはずなんです。今日は午後から墓前礼拝がありますけれども、愛する方たちを先に天に送りました。その方たちの本当にとの関わり、またそういう人たちの告別式っていうのはご家族にとってきっと忘れられない、そういう時だったんじゃないかなって思うんですね。今日はヨハネによる福音書の21章の15節から19節とありますが、今日は17節で終わりです。19節まで行くと時間が倍かかりますので、今日は17節で終わってしまいますけれども、このところから渋谷ではなくガリラヤでスカウトされたペテロ、これはまた後で説明したいと思いますので、取っておきたいと思います。15節の一番最初のところに食事が終わると書いてあります。これはとても大切な聖書の言葉だと私は思っています。ペテロはこの先週のお話ですけれども、先週話聞いた方たちは本当に一生懸命夜通し漁をしたけれども何も取れなかったんですね。ペテロだからとっても疲れていたはずです。そして岸に立つ、まあ、イエス様ですけれども、船の右の方に網を下ろしてみなさいとおっしゃって、その言葉に従って網を下ろすと、もうおーいっぱいの153匹の魚が取れても、それをこう漁をするのも大変疲れたんだと思います。そしてその光景を見てヨハネが主だと言ったもんですから、ペテロは上着を着て、そして湖に飛び込んで、そして岸にいるイエス様のところに行ったと聖書は書いてあります。ですからよく考えると、もうペテロがイエス様のもとにたどり着いた時はもうヘトヘトですよ、疲れで、ね、そういう状況の中でイエス様はちゃんと朝の食事の用意をしておられたって聖書に書いてありますね。魚を焼いてパンを用意しておられた。
そしてさあ来て朝の食事をしなさいと弟子たちと一緒に食事をなさった。最後の晩餐以来久しぶりの食事だったと思うんですね。このペテロ あるいは他の弟子たちは女性たちが墓に行ってイエス様がよみがえっておられた、イエス様はよみがえられたという言葉を信じることができませんでした。弟子たちはね、だから弟子たちが家に鍵を閉めてブルブル震えているところにイエス様おいでになってシャローン平和があるようにとおっしゃって自分の十字架についた手の傷と脇の傷をお見せになって、それを見て弟子たちはああイエス様はよみがえったんだって信じることができたって聖書に書いてありますね。でそしてこのそれに加えてですよ、3年前の光景と全く同じ、一日中夜中中働いても何も取れなかった。でもペテロに対して桶をこぎ出して漁をしてみなさいって言われて、その通りにしたら魚がいっぱい取れた。今回も全く同じ、そういう光景を通して本当にイエス様がよみがえられたこと、イエス様が共におられること、イエス様の言葉に従うと祝福するされるんだということをもう一度その思いがこうよみがえってきたペテロたちであったんですね。そのイエス様と共によみがえられた人と共にする食事はまあ格別であったというふうに思うんです。このように心もお腹も体も元気になった後にイエス様はペテロに語ったと、とても大事なんですね。もし食べる前、食事の前にペテロはヘトヘト疲れてきっていた時にイエス様がこのことを問われたならば、どうなっていたかというとイエス様の質問にカチンときてね、はいはい私が悪いございました、はいはい私が悪いんです、そうなってた節がある。ですから食事の後にって大事なんです。空腹の状態の男性に大切な話はしないでください。男性は腹が空いたら終わりです。これは警告です。空腹の状態の男性に大切な話をしたならば、あなたにはレッドカードが送られます。イエス様はペテロが食事をして体の疲れも癒され満腹で気持ちの良い状態でイエス様の心のこもったその奉仕に対して心温まり平安で安心した状態の中でイエス様の言葉を聞くことになる。とても大切なんです。私がこの礼拝で御言葉を聞くとかデボーションで聖書を読む、それも同じなんです。私たちは身も心も整えられて御言葉を聞くって大事なんですね。私は神戸の平野教会が母教会ですけれども、教会学校から行っていましたけれども、私は高校生になってから教会学校の先生もしましたし、お寺の礼拝に出るようになったんですね。でも朝から教会学校の奉仕をするのでよく朝食を抜いてね来たんですよ。するとちょうどこの礼拝の時間です、ぐーぐーって言うんですよ。それがまた大きいんです。だからできるだけ聞こえないようにこう恥ずかしいでしょ。だから聞こえないようにしたら余計にグーってメッセージなんか聞いてるところじゃないんです。昼からご飯何かなとかもそういうだからお腹空いて礼拝に来たらダメですよ皆さん。しっかり食事をとって身も心も整えられて来る、それが御言葉をちゃんと聞くということの、これ聖書はそう語っていると私は信じるわけです。イエス様はこのペテロにヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかとお尋ねになりました。この人たちと訳されている言葉は、他の弟子たちよりもというふうになるんですけれども、これ新約聖書はギリシャ語で書かれていますが、この人たちと訳すよりもむしろこれらのものと訳した方がいいと言われています。これらのものって何かというと、ペテロがかつて、していた職業、漁師とか持ち物とか家族とかいろんなものですよ。そういうもの以上に私を愛しますかと問われたんですね。どうでしょう、私たちはたくさんのものを持っているでしょう。家もあるでしょうし、車もあるでしょうし、パソコンもあるでしょうし、いろんな持ち物があるでしょう。自分にとって大切なものっていうものがあるでしょうし、これは宝物だというものがあるかもしれません。イエス様はそういうものと比べてよ、比べて私をそれ以上に愛しますかと問われたのと同じような意味合いがあるということです。私たちは人と比べて生きることはないでしょうか。
その人の能力やその人の人格と比べて自分の能力や人格の方が上であると安心したりする、あるいは自分の所有するものや持てるものが人よりもこう上だと安心し優越感に浸り、下だと悔しい思いになったりがっかりする。多くの場合のストレスというものは人との比較で生まれてくるものだそうです。これは専門家が言っています。私たちのストレスの多くは人と比べて生きるからなんだって。私たちは人と人の何かで比べて生きるのではなくて、神様を見て生きる人生、神様を見上げていく生きる人生、これがストレスのない人生だと聖書は語っています。イエス様のヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかという問いにペテロは、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えました。この答えっていうのはよく考えるとおかしいように思うんですね。イエス様の答えに対してこのペテロ、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかっていうのが質問です。とするならば、この人たち以上に私はあなたを愛していますと答えるのか、この人たち以上にあなたを愛していることはできませんっていうのか、そういう答えが妥当かと思うんですけれども、ペテロはそのように答えることができなかったんです。イエス様が十字架につく前にイエス様が弟子たちにこう言いました。あなた方はみんなは私につまずくよって。その時にペテロはこう言ったんです。たとえみんながつまずいても私はつまずきませんって誓いました。またこうも言いました。たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しませんと誓ったんです。けれどもペテロはみんなと一緒につまずきました。みんなもつまずいた、ペテロもつまずいた。そしてみんなは言わなかったけれども、イエス様のことを知らない知らない知らないってニワトリが鳴く前に3度も誓ったんです。ですからヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと問われても、ペテロははっきり自信を持って愛しています、その人たち以上にというふうには言うことができなかった。ただはい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですとしか答えることができなかったんです。今までと同じ肉の力で自分の思いや自分の考えで、あるいはこの勢いで答えることはできませんでした。失敗や苦しみは人を成長させます。痛みや苦しみを通して成長したペテロの姿がここにあるように思うんですね。子供も同じように、ああ私が一番ですよとは言わなかったんです。やはり自分がイエス様を裏切った、イエス様を知らなかったという痛みや苦しみを通して自分の力で勢いではダメなんだということを彼は学んだんですね。私たちもクリスチャンとして失敗したり痛い目にあったり苦しみを経験します。そしてそれらの辛い経験が私たちの信仰や生き方を成長させて、自分の考えで生きる自己中心的な生き方ではなくて、弱いからこそ失敗するものであるからこそ神様を信頼して生きるものとさせられるんだと思うんですね。来週は私は創世記の3章を通してこの原罪ですよ、罪のもともと、元をたどったら私の罪はどこにあるのか、あなたの罪は許されました、もうすでに許されていることをお話したいと思いますので、来週もねぜひお越しくださったらと思うんです。イエス様は2度3度とヨハネの子シモン、私を愛しているかと続けて問われました。ペテロもはい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えます。しかしペテロはイエス様に3度問われて悲しくなったと聖書は記しているんです。一度では悲しくならなかったんです。二度問われても悲しくならなかったんです。三度問われて悲しくなったんです。ですから三度って大事なんです。もしイエス様が4度も5度も6度も聞かれたとしたら、もうペテロ立ち上がれないですよ、おそらくね、立ち直れないです、ノックアウト。三度問われてペテロは悲しくなった。これはおそらく自分がイエス様を三度知らない知らない知らないって三度知らないと言った、そこにつながっているんだと思うんですね。聖書には3という数字もよく出てき
ているというふうに思うんです。ペテロはイエス様に三度私を愛していますかと問われて、自分のイエス様に対するこの裏切り、そのことを思い出したに違いないんですね。そしてペテロはこの三度目に聞かれて、悲しくなって何と答えたかというと、主よあなたは何もかもご存知ですと言いました。そうなんです、イエス様はもうペテロの何もかも全て知っておられるんです。また皆さんの全てを知っておられるんです。イエス様はペテロの裏切りをご存知の上で、もうペテロが3回知らないって言うだろうってイエス様は言ったんですから、そのこともご存知の上でこう言われました。シモンシモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ペテロがまだ罪を犯す前ですよ、犯す前にあなたは三度私を知らないって言うって予言され、そのペテロにあなたが本当のためにも祈ったって、そしてあなたが立ち直ったら兄弟たちを力づけてあげなさい。もう罪を犯す前にもうその罪は許されていた、いやもう新しい使命をもうそこで与えられていたということだと思います。そのようなペテロにイエス様は、私の子羊を飼いなさい、私の羊の世話をしなさいに加えて私の羊を飼いなさいと、新しいペテロの使命、まあつまりイエス様はペテロをスカウトされたわけです。ここで出てくるんです、スカウトが。スカウトっていう言葉は、求められる人を見つけ勧誘すること、説明にありました。この勧誘することという言葉の中に、自らの側に招く行為って書いてあるんです。英語のスカウトという意味は、探し出すとか見つけ出すという意味があるそうですね。イエス様はただペテロを探し出す、見つけ出すというだけではなくって、ペテロの全ての罪も失敗も弱さもご存知であって、その全てを受け入れ、全てを許し、包み込んでペトロに新しい使命、ペトロがこれからすべきことを任命したんです。任命したんです。今日これから副牧師の任命とか教科学校の先生の任命式がありますけど、イエス様は任命したんです。イエス様はこのペトロのためにも、そして私たちのためにも、その罪のために十字架にかかってくださって死んでくださいました。罪のないお方ですよ、神なるお方ですよ、聖なるお方が罪ある私たちの罪の身代わりに十字架にかかり、父なる神に裁かれ、尊い血を流し、命を捧げてくださった。そのことによって私たちの全ての罪です、全て、過去犯した全ての罪、今現在犯し続けている罪、やがて犯しであろう全ての罪のために死んでくださって、その全ての罪が許された。そしてイエス様が死んでよみがえることによって、私たちにも永遠の命、死んでも生きる命が与えられた。死んで終わりじゃないんです。多くの方たちが召されて、あの高価な墓地にですね、遺骨がありますが、死んで終わりじゃないんです。イエス様がよみがえったように、私たちもよみがえる、天の恵みがある、そのことを愛する先に召された人たちは信じて、そしてやがて私は天国で会うことができるんですね。今日の説教題は、渋谷ではなくガリラヤでスカウトされたペテロ。長い説教題でね、説教を書く人は本当にね、いつももう迷惑千万でね、申し訳ないんですけど、最初ガリラヤでスカウトされたペテロってしようとしてます。これ短い、普通です。でも全然インパクトないんです。そうですよね。で、渋谷なんですよ、やっぱり。皆さん、新宿でもいいんですけど、渋谷なんです。渋谷ではなくという言葉が入ることによって、全然こう教会や聖書に興味のない人が、あれって思ってくださるんじゃないかなと私は感じた、ね。だから渋谷じゃなくって、ガリラヤでスカウトされたペテロ。
今日説教であり一人ぐらい来てくれたらいいのになと思っていましたけど、どうか分かりませんけれども、現在の人々、そういう人たち、やっぱり渋谷でスカウトされたっていう人いるじゃないですかね、芸能人とかモデルとかね。私も16年前にアバダイ教会にスカウトされたわけじゃ分かりませんけどもね、そういう意味合いはあるかもしれませんね。イエス・キリスト様は渋谷であろうが横浜であろうが青葉台であろうがガリラヤであろうが私たちをスカウトされる。スカウト、つまり先ほどの意味にあったように勧誘する、その意味は自らの側に招くということなんです。イエス様は私たちを自らの側に招いておられるということです。ペテロを招かったように私たちを招いておられるって、ご自分の全てを私たちに与えた、命を与えた、そのお方はご自分の命という代価を払いご自分の側に招いておられるんです。イエス様はこうおっしゃいました。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、疲れる人は来なさいって。だから何も心配しないで安心してイエス様の招きに応えようではありませんか。イエス様のスカウトに応答しようではありませんか。イエス様こそあなたにとってそこが安息の場所なんです。疲れたもの来なさいって、休ませてあげようって、イエス様はあなたの全ての罪を許しあなたの全てを受け入れてくださる。心配しないで私たちはこの方に委ねていきたいって思うんです。私たちはこの週も招いておられるイエス様を見つめつつ、イエス様の言葉、聖書の言葉をいただいてイエス様に信頼して、このイエス様と共にこの週も歩んでまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス様はペテロに、あなたはこの人たち以上に私を愛するかと問われました。そして今日イエス様は同じように私たち一人一人に、あなたは私を愛しますか、あなたは私を愛しますか、あなたは持っている全てのもの以上に私を愛しますか、そのように問われておられます。私たちは肉の力では、勢いではイエス様を愛することができませんけれども、私たちの愛し方で、ペテロの愛し方で、弱さを持ちながらもその愛し方でいいんだよとイエス様は言ってくださっていることを心から感謝いたします。無理することなくイエス様に受け入れられていることを感謝しながら、イエス様の恵みに応答してこの1週間も歩ましてください。その歩みの中にイエス様も共におられて、全て重荷を負う者、苦労している者は私のもとに来なさい、休ませてあげようと、そうおっしゃるお方のもとに荷を下ろし、このお方と共にこの1週間も歩ましてください。弱さの中、痛みの中、癒しを必要と知る兄弟姉妹たちを覚えます。木村義雄兄弟は入院なさって今も集中治療室の中にあります。どうぞ神様、その孤独の中にも主は共におられます。どのようなこの環境が困難であっても、そのうちには、心にはキリストを通して与えられる平安があると聖書は約束していますから、ありがとうございます。兄弟に臨んでくださって、どうぞあなたの恵みで満たして祝福してください。弱さの中での一人一人の上にあなたの守りと支えがありますように導いてください。どうぞ今日これから持たれる墓前礼拝、第三礼拝、また今週持たれる木村さんの家庭集会、ジョージ親子の会、コスペルフラ、またおじさんの家庭集会やパルム書を読む会、いろいろ集会がありますが、神様がそれの集会を通してあなたの恵みを体験させてくださるように導いてください。先に愛する者を天に送られたご家族の方々もこうして今日礼拝に沿っていらっしゃることを思います。どうぞお一人お一人のご家族の上に、主イエスキリストの十字架と復活を通して与えられる罪の許しと魂の救い、永遠の命の恵み、どうぞお一人お一人にも豊かに注がれて導かれますようによろしくお願いいたします。こうして時間と財を捧げて礼拝を守るために座れた御前にいらっしゃる一人一人の上に、
あなたの豊かな恵みと祝福をお与えくださるように感謝し、これらの祈り、尊き主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。続きまして、新聖歌397番をご一緒に賛美いたしましょう。感謝の捧げ物をいたします。献金奉仕は永瀬兄弟、田代秀樹兄弟、後藤福牧師にお願いします。献金はクリスチャンが感謝の印として行うものです。ご用意のない方は飛ばしていただいて結構です。
感謝のお祈りを永瀬兄弟にお願いいたします。お祈りいたします。愛する天の神様、主の皆を賛美いたします。今日もこうして多くの兄弟姉妹と共に礼拝に集い、聖書の御言葉を解くことができたことを感謝いたします。この御言葉を糧にこの1週間も歩むことができますように、神様にスカウトされた私たちが神様に全てを委ねてこの1週間も歩むことができますようにお願いいたします。私たちが日々いただいている多くの恵みの中から今献金をいたしました。あなたの御用のために用いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして、照英、本日は新聖歌63番を賛美いたします。その後、江上先生に祝祷いただきます。我らの主イエスキリストの恵み、主なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に今も後も限りなくあらんこと。アーメン。お座りください。あ、仲間進学生来てますね。よかった。今日はちょっとあと長くなるので、来会の方を先に紹介します。新しくおいでになった方ですね。御様いらっしゃいますか。あ、今日おいでくださってありがとうございます。それから安田吉子様ですかね。札幌福音キリスト教会からおいでください。ご存じの方、ご遺族かですね、常田さん、ご支援くださってありがとうございます。感謝します。熊手さん、息子さんも今日はおいでくださって感謝します。宇海さん、ご夫妻ですね、ありがとうございます。感謝します。それから高橋さんのご一家、ね、高梨さんのご一家ですね。高梨さんのご長男さんのご一家さんですね。おいでくださってありがとうございます。加計さんですね。ご夫妻来てくださってありがとうございます。他にいらっしゃいますけど、もし忘れたらお教えください。一応これで礼拝終わりますので、多分墓前で行かれる方は今日教会食事ないので皆さんで食事して、1時半からお集まりくださったと思う。これから牧師、副牧師の就任式と教師の就任式をしますので、お急ぎの方はお立ちくださっても結構です。じゃあ中村新学生、ちょっと今年新学生として派遣される中村新学生、ちょっと一言お願いします。中村彩子と申します。よろしくお願いします。本日は東京会出身ですので、都内ですから近く、本当に近い地域から出身でまいりました。
ご覧いただいて分かりますように結構年上にしております。現在もう50代に入っております。ですから方向転換をさせていただいて頑張って準備をしていこうと思っております。よろしくお願いいたします。じゃあ後藤久保口どうぞ前に来てください。お急ぎの方は大丈夫ですよ。席を立っても大丈夫です。今年泡田教会久保口氏ですね、後藤久保口氏がお願いましたので、ただいまから、泡田教会の久保口氏としておいでになった、後藤森香先生の就任式を行います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの深いご設立によって泡田教会に福牧師として、後藤森香先生をお使わしくださって心から感謝いたします。願うかこの式を祝福し、教会にとって意義あるものとしてくださるように、主イエスキリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。御言葉を読みます。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神ご自身がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を群れの監督にお立てになったのです。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな間があったことを語って、弟子たちを自分の方に吹き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間、昼も夜も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。式辞。私たちの大牧者である主イエスキリストは私の教会を建てると宣言され、教会の中に牧師あるいは副牧師を立てて群れを導く務めを与えられました。副牧師の務めは祈りを持って聖書の真理を教え、聖霊天を司ることにあります。さらに神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、和解の務めを私たちに与えてくださいましたと教えられているように、人々をキリストによる悔い改めと神に対する和解に導く務めが与えられています。牧師の副牧師の務めは大牧者である主イエスキリストにあってのみ全うされます。制約をいたしますので、決意がありますかという質問にあればあります。約束しますとお答えください。あなたはこの教会の副牧師に就任しようとしています。神と教会の前に次の制約をしてください。あなたは泡田教会の副牧師として召されたのは神の恵みであると確信し、ただ主の栄光のためにその身を捧げる決意がありますか。はい、あります。あなたは聖書の御言葉を学び、真理に固く立って熱心に福音の宣教に励み、人々を教え導く務めを遂行することを約束しますか。はい、約束します。あなたは御言葉の奉仕にふさわしい生活をし、人々を愛し、教会の純潔と一致と平和のために忠実にその務めを果たすことを約束しますか。はい、約束します。その志を主が豊かに祝福してくださるように。勧告。あなたをこの光栄ある務めに召した主は御言葉と聖霊をもって全うしてくださいます。聖書に私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにしますとあるように、この務めに励んでください。また生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるために教会員を訓練し収めていかなければなりません。良い忠実な主も主母として、言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範となってください。あなたの労苦が主にあって無駄ではないことを知っているからです。では向こう向いていただいていいですか。教会員の方はその場にお立ちください。教会員の方々に誓約をいたしますので、約束しますかという質問に、約束する人は約束しますと大きな声で言ってください。あなた方が選んだこの愛する久保氏は
あなた方の主から使わされたこととして心から感謝し、喜びと敬意を持って受け入れることを約束しますか。約束します。牧師の務めは御言葉の説教とあなた方を導くことにあり、聖書に従って教会を導き進め戒めることです。ですから謙遜を持って聞き従い、牧師に与えられている重大な責任のために祈り、支持し助けることを約束しますか。約束します。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、すべてのものを創造しこれを治めたもう、あなたを尊い皆を賛美いたします。その一人がお与えになったほどによう愛され、御子を信じる者に永遠の命を約束されて、その福音の言葉をしもべたちに与えてくださいました。私たちはあなたが選ばれた副牧師をこの教会の副牧師としてその職務に就かせてくださったことを感謝いたします。どうか愛する副牧師に聖霊を満たし、御言葉の奉仕にふさわしいものとしてください。御言葉の真理をもって罪人を救いに導き、また飢えた魂を養うことを得させてください。主の恵みによってその御言葉と行いが御胸にかない、常に人々の模範となり、主の栄光を表す器としてください。願わくはこの阿波大教会を顧み、豊かな祝福によって満たしてください。教会員一同が喜びと感謝を持って副牧師を迎え、信頼と敬意を持ってその指導に従い、共に主の御業のために励むことができますように祈ります。また主の御霊が教会に満ちあふれ、いよいよ主の栄光を表すものとしてください。尊き主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。では、教会役員の方は前に来ていただいて、お座りください。じゃあこれ来ていただいて、こちらにお座り、役員の方か、旧役員でいいですね。皆さん来てください。じゃあ、女性ですけど、これでいただきます。女性はいいですけど、男性は肩ぐらいでいいです。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたの美しき御業によって、後藤森田先生が阿波大教会の副牧師としてこの4月から使わされてまいりました。過去3年間新学生としてこの阿波大教会で使えをしてくださいました。本当にありがとうございます。その経験を豊かに生かしながら、また新たな思いを持って副牧師として教職者として主が使わせてくださいました。先生の賜物を引き出し、与えられたものを豊かに用いてくださって、この教会の福音の前進のために、この教会の祝福のために豊かにお用いくださるように、その霊も心も魂も肉体も祝福してください。あなたの豊かなる祝福が常に注がれますように、主イエスキリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ、一言、先週やりましたか、挨拶。はい、じゃあ就任式の挨拶、先生たち次用意しておいてくださいね。中高科の先生たち、おはようございます。おはようございます。4月の入院しました後藤森田と申します。3年間1年を空けて3年間の業界を見ましたので、久しぶりに帰ってくることができて、とても皆さんとお会いすることができて本当に嬉しいと思っています。また1年間とおやるで、これからもよろしくお願いいたします。1年間と言わずってどういう意味があるのか分かりませんけど、もうモニカちゃんではないので副牧師ですので、そのじゃあ中高科の先生たち、成人科の先生たちというか来ていただいていいでしょうか。正教師ですね、ヘルパーの方はまた教師になってから祈りたいと思います。教会学校教師の就任式をいたします。式辞、主イエスキリストはその弟子たちに全ての国民に福音を述べ伝えるとともに、主が命ぜられた全てのことを教えるようにお命じになりました。これは全てのキリスト者が福音を信じるだけでなく、主の弟子として教会生活を通して信仰の教育と訓練を受けるべきことを示しています。いよいよの教会はこの御言葉に従って
教会教育を重んじてまいりました。私たちもこのために教会学校を設け、その使命を果たすべく努めております。今ここにこの使命の実現に召しを受けている兄弟姉妹を教師の職に任命しようとしています。願わくは兄弟姉妹の尊い志が神に祝福されますように。聖書の言葉、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。では誓約をいたしますので、約束しますかという質問に約束なさるならば約束しますと答えください。あなた方は今川端教会の教会学校の教師に任ぜられようとしています。この宣教と教育の務めは主が教会に与えられたものであり、あなた方はそのために召されたのであります。この尊い務めのために委ねられた人々を心から導き、聖霊の助けによって全力を注いでこれに奉仕することを約束しますか。その志を主が豊かに祝福してくださるように。では回収を向いていただいていいですか。教会員への勧告です。教会員の方たちは起立してください。誓約はありませんので、ただお聞きくださいということです。川端教会の教会員の皆さん、あなた方が教師として選んだこの兄弟姉妹は今教会学校の務めに任ぜられました。この働きは教会教育の重要な役割を果たすものでありますから、これらの兄弟姉妹のために祈り、尊敬と忍耐をもって協力することを心がけてください。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今ここに兄弟姉妹が教会学校教師の務めに任命されましたことを感謝いたします。これは主イエス様が任命されたことです。教会教育のために主の召しを受けて教師となった兄弟姉妹の上に主の豊かな祝福と助けが常にあり、その使命を達成することができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。会衆の方はどうぞお座りください。いつものように手を置いてお祈りします。女神が手を置いておりますが、これはイエス様が手を置いて、私はイエス様に成り代わって、皆さん校長先生ですので来週でもやりましたけど、恵み深い天の父なる神様、三浦姉妹を教会学校の校長として主がお手でくださってありがとうございます。教師の方々を愛し、また教師の方々をまとめるその力をお与えくださるように、豊かな聖霊の油注ぎを通して姉妹の霊も心も魂の肉体を祝福し、あなたの恵みで満たして豊かにお持ちください。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。野添兄弟ありがとうございます。神様が聖人化の教師として主がお立てくださって、本当にこの働きのために毎週労をしてくださることをありがとうございます。どうぞこの聖人化がさらに祝福されますように、主が兄弟をお立てくださいました。霊も心も魂も肉体も祝福し、豊かな聖霊の油注ぎを持って兄弟を強め豊かにお持ちくださるように、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。神様、関口の兄弟ありがとうございます。中高科の教師として、兄弟を師がお立てくださってありがとうございます。中高科の若い魂にとってお兄さんのような存在であります。一番近い、存在であります。どうぞ兄弟を豊かに用いてくださって、若い中高生の魂を愛してイエス様のように仕えて、用いてくださるように、霊も心も魂も一体も祝福してください。イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。天の神様、宮本兄弟ありがとうございます。本当に与えられたこの長い熱い信仰生活の中で、中高科の教師として主が今年もお立てくださってありがとうございます。若い中高科の魂の中に入って、本当にその経験の中から本当に良き導きを教えてくださることを感謝いたします。イエス様の愛が豊かに注がれて、
イエス様が地方伏せの魂を愛しておられるように本当に愛して仕えて知られ方にお持ちください。聖霊で満たしていただかにお持ちください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。私もありがとうございます。本当に私もいつも中高間教師として仕事でくださって若い魂のために仕えて愛を持って彼らを導いてくださることを感謝いたします。イエス様が彼らを本当に愛しておられるように姉妹も彼らを愛し抜いて聖霊に満たされて豊かにお持ちくださるようにその健康を支え祝福してください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。最後の姉妹ありがとうございます。中高会の教師と主がおててくださって若い中高会の彼らと共にこの中高会の中で御言葉を語り良き交わりをしてくださることを感謝いたします。ますます主の油注ぎを通して彼らを愛し彼らを愛し抜くことができるように、そして彼らの本当に成長期の中でキリストの愛が本当に彼らのうちに豊かに宿るように、そのために豊かにお持ちくださるように姉妹を聖霊で満たしてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。神様、ヤナディユタ、ヤナディユタ兄弟ありがとうございます。今年教師として主がお立てくださいました。ありがとうございます。本当に若い魂でありますから、この中高家の若いお兄さんの存在として彼らを愛し彼らに仕えキリストの愛を本当に彼らに伝えることができるように、兄弟の健康も支え聖霊で満たし豊かにお持ちくださるように、主イエスキリストの皆によって信じてお祈りいたします。アーメン。はい、これらの方たちが成人か中高科の教授でありますので、ぜひ祈って支えてくださいますようにね、拍手を持って励ましてください、はい、ありがとうございます。15万円を月々、3回転から
特別会計で繰り入れることになっています。それから下の方の別途積立金繰り入れというところですけれども、そこに明細、右の方に書いております。一応誤記があります。戻し入れだとこれ戻し入れの間違いです。この50万円というところが、今年のトータルの計算の中で、もともとその入れたものが予算を余ったしたので、そこに戻すということになっています。まあ、トータルで、当年度収支高ということで書いてあるところになっております。事件繰越が54万2101円となっています。続きまして、もう一枚の方の紙の、裏側の方ですね、会計改良、改良会計報告と国士官会計報告のところです。改良会計報告、参加料4万2000円、7口、収入がございまして、前月の繰越金と合わせて50万円を、超えましたので、今日は島から借りております、協会会の元本60万円をの返済を4月に実行いたします。それから国士官会計の方です。先ほど一般会計の方で申し伝えましたが、一般会計からの金額は20万円でいっております。で、教団からの借り入れの残高はご覧の通りとなっております。2000万、2200万強という形です。それから、表面に、移りまして、4月の役員会報告というところをご覧ください。礼拝出席者数は、まあ、一旦あったこともあって150万人と認識しております。4月5月の行事ですが、まあ、ご覧いただければと思いますが、24日、今月の、日曜日の第2礼拝後に教会総会がございます。出席できない方は臨場の方を早めに、出していただけるようにお願いします。それから今月は7連休が29日に、昨年と同じ農村伝統学校のグラウンドでありますので、ちょっとまだ出席者が少ないようですので、ぜひとも振るってご参加いただければと思います。詳細は永瀬兄弟にお尋ねください。それから5月は第3日曜の15日が変更してとなっております。それから議事の方ですが、会計の方では先ほど述べましたが、後藤健一先生はご存知の通り八幡教会の方に、の教職に任じられましたので、当教会側としての支援金というのは終了となります。ですので、もちろん個人として捧げたいという方がいらっしゃれば続き、続けていただければと思います。それから新学生は先ほど、ご紹介がありました。3番の教会総会のところです。24日の教会総会において教会の規則案を最初の段階で諮ります。そこで責任役員の選出方法の改定を行う予定です。従来ですと役員、下の方に候補者の名前が書かれていますが、そこを選挙して選ばれた人の中からですね、さらに責任役員を選挙でという2回投票を行っていたんですけれども、今年度からですね、これ規則を変更することによって、責任役員はその選ばれた、役員の中の間での補選という形に、したいというふうに考えております。ですので、総会での投票は1回ということを予定しています。それから50周年記念事業、2年後、2018年が50周年になりますので、それに向けてですね、事業検討委員会、それからまた修繕積立等の献金についても募集を図っています。で、その詳細について、どういったことを目指していくかとかですね、2年後に向けて、協会総会で話し合いたいと思っております。役員候補者については、下の方をご覧ください。それから最後、その他のところですが、最初の個人のところはですね、どういうことを申し上げたいと言いますか、現在の第二礼拝は、日によってはもう満杯でですね、座りきれない時も発生しています。で、キャンドルライトサービス、今年は12月24日土曜日
になりますので、特に早期に重要者が予想されますので、明るいの方も開放して、見えるようにしてはどうかという話が出ています。でそれであのここの、キャンドルライトハウスの様子をユーストリームで毎年生中継していますが、それを下でも映せないかということで、まあ、あの私の方で少し試してみたんですが、あの多少ですね、そのタイムラグがあるんですね、家でやっている礼拝よりもですね、まあ、その日によって違うんですが、まあ、20秒、30秒、遅い時は1分ぐらい、遅い音と映像が流れるんですね。なので、下の方で流したら、この上 の, あのスピーカーっていうか、あれを切ったりとか、ちょっと視覚が必要だったり、それからあの、もともとそのユーストリームでパソコンの画面で見るので、それをこういったスクリーンにこう広げて映し出すと、どうしても画面が荒くなってしまう。まあ、音は問題ないんですけど、まあ、そういったものを少し、やっぱり生のところで弾くよりは、物足りなさはあるんですが、まあ、追加費用なしでできる範囲としては、そういう作業が可能ですので、まあ、そこからまずやってみようと。お金をかければもっとあのクリアに同時中継ができるんですけど、まあ、当面はそれで進めましょうという話です。それから最後、土曜日の、外部の方の利用についてですが、これまでは、まあ、一般の方もですね、まあ、土曜日の、コンサートと依頼もあったんですけども、あのやはりですね、土曜日は日曜日の備えの日であるということで、皆様にも、教会を伝わることが多いので、外部の方の会場の利用は原則として承認しないということにしたいと思います。まあ、もちろん、教会の方でですね、教会関係で、あの、コンサートと、もしあれば、それは当然、本来の目的ですので、土曜日も使っていただくという形になりますが、外部の方については、このようにしたい。やってみたことは以上になります。ご質問とございます。なければ、楽器の話を聞こうと期待になります。